ストルプラネッツ YouTube チャンネル新企画、100日後によみがえるゴリラパフパフ。最近ですね、100日後に死ぬワニと帰ってきたんですけど、茨城アストルプラネッツでは100日後によみがえるゴリラという企画をですね、立てたいと思ってます。はい、何かピンとくるものありますか？ゴリラって何ぞやと、はい、そうですよね、皆さんもゴリラって何だと、蘇るって何だと思ってらっしゃると思うんですけども、じゃあそのゴリラに早速登場していただきましょう。この方です。いやこんなゴリラ、こんなツーブロックも似合ってるゴリラいないでしょ。はい、今日は、はい、茨城アストルプラネッツ初めてのトライアウトが直後ということもありましてですね、はい、もう今日は汗だくの人見元選手に無茶振りされたんですよ、はい、ブルペン入ってくれって、はい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 、ブルペンキャッチャー、癖玉の方で、はい、もう死ぬかと親指やられました、はいはい、キャッチャーあるあるです。そんな親指をやったゴリラこと金沢さんですが、はい、もう一度ですね、昔のように動けるゴリラ金沢に戻っていただこうということで、今はもう瀕死状態のゴリラこと金沢ですが、もう一度100日で蘇らせようという企画でございます。あのこのたるんだお腹や、たるんでないですたるんでない。だからあの 横向いてもらっていいですか。相撲取りと同じ原理ですから、はい、中に筋肉があって脂肪でコーティングしたっていう最強の肉体です、はい、茨城アストロプラネッツのストレングス&コンディショニングコーチ、ツイッターもフォロワー数8000人ぐらいだった1000人、はい、超人気コーチにですね、直接マンツーマン指導をしてもらいながらですね、よみがえらせようという企画です。本当はね、今日もご覧ください、真っ暗なんですね。まずは体力測定からと思ったんですけども、時間を早送りしましょうか。せーの、はい、はい、やってきました。タイムアップしましたね。いやー、はい、来た。今日は1月の18日、はい、場所は古賀市民球場でございます。古賀市民球場、いいですね、はい、前回は、ね、はい、笠間市民球場で、そうですね、はい、ちょっとそれから軸の歪みで、はい、時間軸と場所の軸がずれてしまいまして、言った通りですね、100日後によみがえるゴリラ、この金沢部長、1981年生まれの、はい、今年40を迎えるこの中年のおじさんではございますが、はい、タポタポの中と、はい、タポタポの大胸筋と、はい、でもここは結構好評なんですけど、ね、これぐらい松坂って言われてました。そうですね、てか昔どうだったんですか？遠投とかは上がってますよ。遠投測りましたね。早球タイム測ってます。早球タイム測りましたね、はい、じゃあその遠投現役でどれぐらいだったんですか？99です。99、高2は。で、今は現在は今この前から82。そうですね、82。じゃあまずじゃあ遠投を特に飛ばせれるようにして、そうですね、うん、子供だったり指導している少年団の子供たちがは金沢コーチすごいって言ってもらえるようなゴリラを目指して、ね、はい、蘇っていただこうと。なるほど。小宮さん、遠投って必要ですか？遠投、あのちっちゃい子供にあんまりおすすめはしてないです。なんでなんですか？このトルクがかなり大きくなっちゃうので。 あと、まあ、持論ですけど、そこを上向いて投げること、はい、野球選手にないのかなって思ってて、30m、40m をピッと投げれればいいのかなって。届かないと2番でもいいから、2番の低い球からこうどんどんバンバン次の5番っていう教え方してるんですよ。大人になってからって感じですか？そういう大人がやる分には別に、まあ、もう高校大学レベルになったら遠投別に問題ない。なるほど、はい、まあ、もちろんやりすぎが良くないですけど、はいはいはい、じゃあ一つの目安ってことですね。目安指標で、はい、遠投 100m、 100、40で100いきますかね、おっさんが。本気でやれば不可能ではない。不可能ではない。不可能ではないですけど、限りなくゼロに近い。そこまでではないです。日常生活でできること。できることをやりながら。何かをやりながらみたいないいのが、はい、それ皆さんに発信できたいですね。はい、この40歳のですね、中年ゴリラをですね、蘇らせていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はやっぱりこの、はい、ここ、モビリティの部分ですね。はい、あのトレーニングとかの前にまずはしっかり動ける体を作るのが重要なので、40歳の、中年の野球人の皆様、彼がモルモットになります。モルモットになります、はい、
臨床実験です。はい、もちろんありますので、はい、ぜひ自分のことだと思ってですね、はい、応援していただきながら、はい、まあ、参考にしていただければということで。そうですね。はい、まずこのフォームローラーを使ったモビリティのエクササイズをやっていきます。はい、これ売ってるんですか？これあの、はい、このちょっとダルビッシュさんにいただいたものなんですけれども、まあ、これ筒状のもので、はいはい、これを使ってやっていきます。はい、ダルビッシュさんとお知り合いなんですか？あのダルビッシュさんに本当お世話になってます。なんかきっかけがあったんですか？そのトミー・ジョン手術を受けた時にテキサスに呼んでいただいて、はい、お金も全部出してもらって、はい、リハビリをさせていただいた、まあ、あともいろいろこういったグッズを送っていただいたり、本当にお世話になってます。すごい人ですね。すごいですね。はい、なんて呼ばれてるんですか、ダルビッシュさんに？小山田さんと。さん付け？そうですね。はい、なんてお呼びするんですか？ダルビッシュさん。あ、なるほど。はい、それはそうだ。田中さんの課題としてはここの動きなので、ここ、はい、まず、まあ、これ肩甲骨の下あたりにこれが来るように寝ていただいて、はい、でこの状態で反らしていきます。はい、体をこう、はい、そうするとこの胸椎の伸展動作が、あの、やりやすくなってくるので。へえ。この時に思いっきりこの反るやり方と、はい、あとお腹にちょっと力を入れたまま反るやり方、なるほど、二通りやります。はい、これだとよりちょっと下の方の胸椎からより大きく動かして、はい、お腹力を入れたままだともっと上の方にあのフォーカスする形になります。はい、これ腹筋じゃないんですか？腹筋じゃないです。腹筋はそんな使わないです。はい、リラックスして反る。うん、で2つ目のやり方の方が注意点が、腹筋にちょっと力を入れて、お腹がこうグワッて抜けないようにお腹だけ力入れたままちょっと下がる。なので2つ目のやり方はちょっと可動域自体は小さくなります。うん、1つ目がこうで、2つ目はこれくらいです。うん、腹筋が力抜けないように、まあ、10回ずつでもいいので、はい、毎日続けてもらえると、はい、そうですね、もうこれはリラックスしとる感じ。はいはい、この動きが出てくればもっと胸張れてくるので、はい、そしたら2つ目のやり方で、はい、今のはお腹の力抜けてたと思うんですけど、はい、今回ちょっとお腹の力を入れたままちょっとだけ下がる感じです。はい、もう可動域自体はそれくらいでいいので、はい、はい、この2つでしっかりまず動きが出てくるので、はい、チャーシューがここに乗ってますけどナイス。このチャーシューはやっぱり取り除いていけるんですか？まあ、食事とのやっぱ兼ね合いになります。食事は譲れないな俺。このチャーシューはコーチはランチでサバ食べろって言ってましたよ以前、選手たちに向かって。サバおすすめです。サバおすすめだって言ってました、はい、世のお父さん方これ多分ないと思うんですよ。はい、まあ、買える人はいいと思うんですけど、うん、はい、例えば代替品、例えば枕とかバスタオルとか、はい、そういったのでもいいんですか？あのバスタオルをこうぐるぐる巻きにしたりしても全然いいです。はい、なるほど。どうですか、やってみてホームローラーの使い心地なんか違和感しかないです、うん、ただこれやっていけばなんかこんなこの気はします、うん、確かにこれが意識しないで自然となっていくってわけですよね。そうですね。はい、一つ目の方がちょっと下から胸椎の下の方からより動きを出すやつで、二つ目はお腹力入れているのでよりもっと上だけ動かす。別に最初の一つだけでもいいんですけど、より二つ目のやつもやった方がまでより効果が高いので。二つやることによって何に向かっていってるんでしたっけ？はい、胸椎の伸展の可動域を増やす目的で。なるほど、なるほど。まあ最低1日1セット。なるほど。これでも目に見えるんですかね、その効果というのは？投げる時のフォームで多分前よりこれが動きが良くなってってくると思うので。なるほど。日頃生活してるとやっぱこう猫背気味になっていくので、はいはい、それを戻してあげる作業が、はい、もうそれはぜひ続けていただいて。あ、びっくりした、はい、これ実は振動するタイプ。金沢さん期限いつまでに？その100日後だから。100日後だから3ヶ月とちょっと。短いな。3ヶ月でちょっとで俺いけますかね？でもこれだけじゃないですよね。これやってプラスどんどん増えていくわけですよね、やることが。そうです、やることはかなり次キャンプで、ね、小山田コーチに会えるじゃないですか。そうですね、はい、そこでじゃあ見てください。心配だったら小ヶ島で来たら会えます。そうですね、
もう一つあるんですか、はいはい、あともう一つある、はい、これでどこまでひねれるかっていう、まあ、チェックでもあるストレッチでもあるんですけど、はい、膝が浮かない状態で、まあ、どこまでいけるかですね。どこのチェックですか。これあの胸椎の回旋可動域のチェックですね。速い球を投げる上でこのひねりってかなり重要になるの でこの状態でこっち膝が浮かないようにしてどこまでいけるか。柔らかければこんな感じで柔らかいつくので。柔らかい、博士柔らかい。左手で押さえていただいて、あ、これです、はい、で、どこまでいけるか浮いてますよ。やってみてよ、はい、よく言うわ、よく言うよ。小山田君もついてたもん。そこまで言うほど悪くはないです。さっき、OK です、OK です。いや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 、いや、コーチぺったりくっついてたもん。ちょっとやってくださいよ。結構、柔らかいっすよ。はい、球速い人は、まあ、柔らかい人が多いです。で、膝が浮かないようにして、もうつきそうだもんな。はい、あ、ついてる。柔らかいです。本当だ、はい、ついてる。私がその140出そうと思った理由もあのここに、へー、しっかりここで出てるので。あ、じゃあこの柔軟さってすごい大事なんですね。大事です。これをじゃあこっちにつくようにはなんかまた別のトレーニングなんですか。これ自体があの、まあ、こういうストレッチとか。ちょっと、はい、代表、おじさん代表で。俺50代。はい、一般。50代。そうですね。はい。北川がまね代表できますよ。はい、行きます。おお、いいですね。すごい。ちょっとでも柔らかいですね。あ、でもすごいですね。はい。これが世の中の50代代表です。そうですね。はい。ああ、開きますね。これかなり重要です。はい、120ぐらい出せるのかな。これバランス的に両方やった方がいいですか。もちろん両方やった方がいいです。つかない方が笑いになってましたね。すいません。それを期待してました。はい、今思いました。ついちゃった。マジかと思って。やらかい。真面目かと思って。そんな落ちになってなんて。腕立て伏せはかなりピッチャーにいいエクササイズなので。あ、そうなの。はい。胸だけじゃなくてこの前鋸筋っていう筋肉も使われるので。腕立てやってるんですよ、毎日。へえ。フライオプッシュアップ。おお、すげえ。もう入れてくれると入れて。なんて言いました。フライオプッシュアップ、はい、手拍子のことプラプラ手拍子のことフライオプッシュアップです、ね、まあクラッププッシュアップとか名前はいろいろあります。カナダさんもう一回言ってもらっていいですか。それクラッププラプラプラッチです。言えてクラップクラップ。おーすごい、 おーすごい、おっしゃー、すごい。僕ですか。はい、プライド、できないっすよ、そんな。プライオプッシュアップ、おー、できる。やっぱ野球部野球部最強だな。できちゃうんだよ。できてる、できてる。これ2回パンパンってやるのはプライドプッシュアップ2とかあるんですか。え、あ、パンパンですか。はい、パンパン。特にその名前は二重跳びみたいな感じですね。これ毎日続けて、毎日じゃなくても週 2,3 回とかです。これなら家でもできますもんね。そうですね、そうそう、はい、寝る前とか、はい、これやるとどうなんですか。これやるともうこのトレーニングやっぱ押す動作ってかなり大事なので、うん、そこの強化です、ね、じゃあお相撲さんになりたいっていう人はこれ向いてる。まあ、そうですね、お相撲さんにも押してますけど野球でも押す動作ってあるんですか。野球自体にこう押す動作はないんですけど、はい、押せる能力は大事なので。へー、大事な人を守るときに必要ですよね。もちろんです。なんていう名前でしたっけ。腕立てして手拍子することなんていうんですか。はい、どうです社長、なんていう名前ですか。あのプライムプッシュアップですね。おすごい、合ってますか。フライオプッシュアップ。それっぽく、それっぽく言ってましたけどね。プライムだと思った。毎日できることとして、うん、モビリティドリルとストレッチと腕立て伏せ、この3つを毎日続けることで変わってくるというところをですね、ぜひモルモットゴリラがですね体験していきますので、100日後に期待してぜひご視聴ください。それでは茨城アストロプラネッツチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。青空